備。これ。ん？あれ？一緒に帰るの？いいよ、何？ずっと借りててごめん。面白かった。続きは図書館で借りたから。これ初恋に行く道？うん。いつでもよかったのに、じゃあね、ちょっとこれトラウマっていうかね、ちょっと今。バイバイ。あ、バイバイ。家にサイン本もあるから初恋の行く道2冊になっちゃった。やっべ、かぶっちゃった。そうだ、久しぶりに本屋さんに寄ってみよう。いいのかな。いやでも本屋もいないだろうな、有名作家だろうし。最年少でノーベノレ文学賞を受賞した。ノーベノレって何？有吉さんの喜びの声をお聞きください。会場からの中継です。もうめっちゃレロレロしてる賞取ってんやん。え、相沢先生、何レロレロしてんの？あ、相沢、相沢かっこいい。相沢先生がテレビに。最年少での受賞となりますが、いかがでしょう？そっか、受賞したんだ。いや、すごいな。光栄です。この場を借りてお礼を言わせてください。まず、私の作品を読んでくださった皆様、またこれまでに多大なご助力を賜りました出版社の方々、ありがとうございました。うわ、めっちゃちゃんと大人になってる。大人になってるっていうか、普段ね、チャランポランだからこいつさん。もうかっけえな、相沢先生。すごい、おめでとうございます。そして僕のすさんだ心をあの頃に戻してくれた天使にありがとう。こいつテレビでも言った。あれ、私のことです、天使って。いや、モクス、あ、モクス、またあいつ天使って言ってんでも。それと、ごめんな。相沢先生。俺がここにいるのは、君のおかげだ。俺のところに舞い降りてくれて、ありがとう。天使とは、どなたのことですか？俺の、可愛い姪です。あ、マジ？ちょっと待って、なんか、わかんないけど涙出そうなってきた。ちょっと、あ、相沢なんだよこのレロレロ文学賞。ちょっと相沢、相沢先生、私ちゃんと見てます。あ、マジ。なんかさ、相沢ってさ、すごいなんか自分からこう、もう合わないって言ったりさ、区切りつけようとしてる割にさ、なんかずっと引きずってんじゃん、こいつも。なんか、なんだかんだ天使がうんぬんかんぬんってこんなテレビでまで言ってんでしょ。ああ、そうなんだ。今の絶対モクスンとあと佐藤にもしか触んないもんね。自分の可愛い目ですっていうのは。いや、ちょっと、ああ、マジ。相沢先生、ありがとうございました。少しの時間だったけど、私先生の目になれてよかった。ああ、マジ。なんか、これで区切りつけれるか、お前。マジで言ってる。え、なんかわかんないけど、なんだろうこの気持ち。なんかわかんない。ここが心ボコボコだし、涙出そうだし、ちょっと待って。いや、相沢、相沢。あれ、今帰り？お、ニーナ何知ってんの？ニーナくんも？うん。何も用事ないんだったら、途中までどう？せっかくだし。あ、でもどう？2月入ったとは思うんだけど、なんか卒業の話とかしてくれんのかな？一緒に帰ろう。いいノリですね。じゃあさ、誰よりも濃い時間過ごしちゃおうぜ。いや、もう私結構この GS3 濃い時間いっぱい過ごしたから、もうお腹いっぱいだわ。そうだね、行こう。もうなんか喋れよ、先輩卒業するの寂しいなとか、お前よ。バンビ、一緒に帰ろ。一緒に帰ろ、カレン。うん、帰ろ。そう、でも多分バレンタインかな。もうすぐ高校最後のバレンタインだね。いや、そうだね。うん、そうだね。誰か渡す相手いる？渡す相手ね、相沢だって渡せないんでしょ。なんか別にファンレターと一緒に送ればと思うんだけど、それは秘密。チュー、チュー。私は結局3年間誰にも渡さずじまいだったな。あ、そうなんだ。え、そうだったの？でも今年はまだ。うん、あげないよ。だって私がラブなのはバンビだもん。あ、やっぱりそんな気してた。私もラブ。もう、そっか、今年が高校最後のバレンタインなんだ。バレンタインか、どうしようかな。だって渡せないんでしょ、相沢に。あー、もう
うしようかな。で帰ろうかな。あ、そういえば私バレンタインで近いのにチョコレートの準備してない。いつもそう。お前でもすぐ、まあ、優劣バレンタインつけるからさ、ほんまに。バレンタインチョコ作ってくか。ベースのチョコはどれにする？3年目にもなればこのベースチョコとかもね、いろいろ増えてますもんね、いろんなものが。どうしよっかな。あ、なにこれ、チョコ分けパンケーキ。もうすでにこれをあげればいいやと思っちゃうけど。もう出来上がってんや。こんなんでダメなの。完成。大成功。あ、これで。なんかちょっと文字潰れちゃったんだけど、ちょっと一応相沢にね、ファンレターと一緒に送り終わって作ったからさ。派手ではないけれど、ワンポイントが効いている。特にあの天使部分ね、あんなのがあるなんてって思いました。私もかわいいでしょ。バンビいいセンスしてる。あ、私天使なので。ありがとう。うん、上手にできたみたい。本当はもうボツにしようかなと思ったけど、もう諦めたわ途中で。めんどくさくなっちゃった。じゃあバンビチョコの準備はできてるんでしょ。うん、2人のおかげでね。高校最後のバレンタイン、みんなの思念が強い。あ、確かにこのチョコにも思念詰まってるわ。そっか、高校最後か。バンビは誰に渡すのかな。バンビが一生懸命作ったチョコ、きっと喜んでくれる。ありがとう、可憐みよ。うん、どうしようかな。ギリチョコ誰に渡そっかな。ギリね。なんかここでルカに渡すのもなんかかわいそうな気もするんだよな。どうしようかな。でも言ってもニーナにあげたことないんだっけ。ちょっとニーナにあげに行こう。ギリチョコはニーナくんかな。ニーナくん、チュリース。あ、チュリース待ってたよ。あ、マジでもそんな期待しないで。ふふ、はい、これバレンタインのチョコレート。あれ、こんだけ。当たり前だろ、お前全然遊んでくんないくせに。え、あの、うそうそ、どうもありがとう。じゃね。いやでもほんと人を傷つけないな、こいつ。喜んでもらえたかな。まあまあ慣れてはいるんだろうな。高級チョコを、高級チョコを、多分コウ君にあげた方がいいんだよな。一瞬なんか藤山嵐にあげようかなと思っちゃった。お世話になったしと思ったから。コウ君ね。去年あれだっけ、手作りあげたんだっけ、なんか忘れちゃったな。去年ルカにあげたんだっけ手作りを。あ、じゃあ、でもコウ君全然手作りもらえてないじゃん。でもあの天使チョコはもう渡す相手決まってるからさ、コウ君あげとくか。高級チョコはやっぱりコウ君。ごめんないつも。コウ君もう。あ、いや、なんだ。はい、これバレンタインのチョコレート。めんどくせえな。前も言ってたな、こいつ。おい、お前これいくらしたよ。10リッチ内緒。バカお前、わかんねえぞ俺は、チョコの味なんてよ。でも、いやでも嬉しそうだよ。年に一度くらい食うかね。コウ君喜んでくれたみたい。やったね、よかったね。でも張り切って作った手作りチョコ。でもこれはこのメンバーに私いないので、あげたいのはこれあげない。持って帰ろう。やっぱり渡すのやめよう。って帰ろう。でもあれ無事に送ったからね。あげてないって書いてたけど送ったから、ちゃんと。あの山並処方だっけ、なんかどっかに送ったから。そういえばもうすぐしたら先輩の誕生日だ。帰るか。なんで一番最後のイベントこいつなんだろう。何買おうかな。ミーアキャットの着物。あ、魔法のランプフティーポットね。G に出てくるやつ。友達1000人できるかな。いやー、ミーアキャットの着物でしょ、こうなると。福田マタタのね。福田マタタの音楽流れるやつね、背中のボタン押したら。喜ぶかな、したら誠治。すいません、呼び出したりして。ちょっと脇に抱えてるんですけど、ミーアキャット。全くだ、ごめんなさい。それで。でもこれすごいから。ただ先輩、今日誕生日ですよね。これプレゼントです。ああ、そうか。
開けてみてください。で背中のボタンを押してハクナマタタって言うから。うーん、お、ありがとう。お、嬉しそう嬉しそう。うん、割と喜んでもらえたみたい。いや嬉しそう、やっぱああいうの好きなんだ。バンビ、あ、一緒に帰ろ。一緒に帰ろ。あ、じゃあもうこれは一緒に帰ろっかな。多分ねこの時期になってくると卒業の話になってくると思うし、彼に全部聞いたしな。声かけて正解。行こ行こ、もうすぐ卒業だ。なんか悲しくなってきた、どうしよう。バンビ卒業しても友達だからね。いや頭へ頭へ、うん、もちろん。え、それでも私寂しい。いや、モクスも寂しい。カレンが卒業したら寂しがる後輩も多いだろうね。いや、後輩じゃなくてモクスがでしょ。あ、そっか、また第二ボタンとか言われちゃうか。あ、あ、でもそれはあるかもな。なんか私もなんかネクタイ誰かにあげた気するな、高校時代。人気者は辛いね。まあまあな、特にこう慕ってくれる後輩とかがいたら特にね、まあ嬉しいことだけど。やばい、どっかでメンヘラのぶっ倒れよと思ったけど間に合わなかったな。今日がいよいよ受験日。私の進路は、まあまあ大学受験するか。うん、まあアンネリーとかにも誘ってもらえたけど、やっぱり一流大学のために今まで勉強頑張ってきたとこあるからさ。だし私生徒会なので内申点もめっちゃあるっていうかね。大学受験、どこの大学受けるんだっけ。一流れね、このためにやってきたから。もちろん一流れ大学進学するならできるだけ上を目指さないとね。うん、だし私のときメモってどっちかって言うとモクソ育成芸だと思ってるからさ。このためにやってきてるとかあるから。これと朗読院ね。いよいよ試験、全力で頑張ろう。頑張れよ。まあその日はモクソあんまりねこう不安はないというか、次体育グラウンドに急がないと。体育ほんとギリギリまでやってんだね、卒業間際まで。おっと、ん、うわ、当たり屋ですか。あ、やばい、財布取られた。コウ君どこ行くの。もう授業始まるよ。俺は自習だ。自習って外で。あ、サボるつもりでしょ。まあね、悪いやつ。ダメだよ、うるせえ。じゃあよ。なんかほんとさ、モクスには優しいよな。なんか前カレンと絡んでる時オラついてたのに全然優しいもんな。もう、ん、ほら、こいち、どこ行った。探してる大迫。あ、大迫先生。ああ、こいち見なかったか。さっき言った、それが自習とか言って外に。ああ、また逃げられたか。またなんですか。はあ、先生、足の速さじゃ負けないんだけどな。あ、速そう速そう。ずる賢さじゃ高一の方が一枚上だ。あ、まあ確かに大迫その辺知恵なさそう。チルン超速いけどね。なるほど、まあ、トムとジェリーのトム側なんだろうな、速いだけっていう。ちくしょう、なんとかやつの先手を打てればな。大迫先生も大変だ。いや本当大変、大迫頑張ってんなマジで。あ、メール来てますね。あ、カレンか。桜が咲く頃には羽ばたき学園の制服を着てないんだよね、私たち。バンビ覚えてる？3人が出会った日のこと。私と廊下でぶつかって、ミオと下駄箱で出会ってなかったら。なんて、やっぱり QT3 は運命によって結成されてたりよ、決まってるはず。いいな、うん、そうだよね。あの日がなかったらこの3人は仲良くなってないもんな。いや、カレンめっちゃ仲良くしてくれたもんな。マジでもういい友達だったわ。今日で高校生活もおしまい。明日は卒業式だ。うん。まあ、卒業式ね。私まだちょっと、心が決まってないというかね。こう、やっぱりね、三人関係があって、ずっとこう、まあ、ルカとコウ君と三人で遊んできた三年間だと思ってるけど、確かにあの二人のことは好きだし、すごいいい男だとも思う。反面、やっぱりね、私どうしても相沢のこと忘れきれてないわ。コウ君がすごい優しい人ってのも分かってるし、コウ君のそばにモクソがいてほしいっていう気持ちは確かにある。あるけど、いや、でもな、
でもその告白の時に私がどう思うか次第だと思うから、いやコウ君が来てくれるって信じてんだけどね。卒業式当日、いやどうなんかな。それでは諸君、これが私から諸君へ送る最後の言葉です。胸に希望を持て。希望を捨てなければ君たちは決して負けることがないのだから。人生は大空と同じだ。穏やかに晴れることもあれば嵐に遭うこともあるだろう。しかし信じてほしい。君たちには翼がある。その翼は強い逆風にも決して折れはしない。どんな苦境に立たされようと乗り越えていける。君たちの目の前に今未来は無限に広がっている。さあ今こそ旅立ちの時だ。諸君羽ばたけ。いや理事長いいな。本当にこの時の理事長の言葉ってさ、本当モクスンが過ごしてきた3年間のことを言ってくれてるようで、こうキュッと引き締まるんだよな。みんなと過ごしてきたこの教室とも今日でお別れ。3年間入学したばかりの頃は長いなって思ってた。今振り返ってみると本当にあっという間。楽しいことも辛いこともいろいろあったな。もうそれも思い出の中だけのものになっちゃうんだ。羽ばたき学園での素敵な毎日、私絶対に忘れない。ありがとう。なんかこの時のさ、モクスンがいろんなこう思い出の場所巡ってんの、ほんとこの子いい子だなって思っちゃうわ。モクスンが一番推しだわ、やっぱり。もう可愛い。うん。で、一番最初のね、ここに来るのか。あれは教会。うん。ここに繋がってたんだ。裏側だね、これ。これいつも中で見てたけど、このステンドグラスは。桜草。そっか、こんなにたくさん咲いてたんだ。でも、そうだよね。多分、コウ君は、この桜草に水あげてたんだよね。土地はあったけど、ジョウロ持ってるスチル。そっか。これ大事にしてくれてたんだよな、おそらく。桜草は妖精の鍵。一度だけ望みを叶えてくれる妖精の鍵。心に思い描く人のもとにきっと連れて行ってくれる。ああ、なんかそう思うとな、コウ君、やっぱ優しいよね。多分この桜草をずっと大事にしてくれてたわけだもんな。お願い、相手、いや、開くは開くと思うんだけどね。いや、ちょっと。心定まってないやつ、わかんない私。綺麗そうだね。ここに来るのももう何度目ですかね、ほんと。いや、なんか今までの GS シリーズも私蘇ってきてしまったな。再び巡り合う王子様とお姫様の物語、このことだったんだ。二人も桜草に導かれてここに来たのかもしれない。心に思い描く人のもとに、心に思い描く人、私がいつも心に思い描く人、それは、うん、コウ君。もうどうしてここに桜草見にな。ああ、そうだよね。三人で探したろ。ガキの頃の話だ。コウ君覚えててくれたんだ。じゃあもしかしてあの桜草は入学式の日一輪だけ咲いてて。あ、そうなんだ。時々面倒見てた。でもいっぱい咲いてたよ。そうだったんだ。じゃあ育ててくれてたの。柄にもねえことするもんじゃねえな。ルカには全部バレてた。そんで
殴られた。カッコつけんなって。ルカ、ああそうか。いいんだ、それで。殴られて当然だ。俺は汚いやつだ。どうして？ルカもお前も騙してたんだ。いや、騙してた。何より自分も兄貴ずらしてそれでいいと、自分はそれがいいと思った。ああ、そっか。ガキの頃からルカは俺が守るって、そうやって生きてきた。でもいつの間にか本当に支えられてたのはいつも俺の方だった。あいつは強い。分かってんのにな。気づかねえふりしてたんだ。そのせいでお前ら二人を傷つけてきた。ずっとコウ君、ずっとお前のことが好きだった。カッコつけんのはもうやめだ。だから俺を許してくれ。俺の女になってくれ。あ、マジ？ちょっと待って、つって。あ、マジか。いや、でも今の告白はすごい良かったな。こう来るものがあったというか、ちょっとな、涙出そうになっちゃった。多分この喧嘩したって言ってたのも、おそらくその桜草、ルカが大事にしてたっていうのを気づいてたし、コウ君も。で、モクスンもルカも小さい頃これがあったらまた引き合わせてくれるって約束してたじゃん。多分ルカとモクスンのためにやってくれてたんだよね。いや、でも、そっか、本当は自分も好きだけどだったんだね。あー、マジ、ちょっと待って、コウ君、ストップ。ちょっと、1時間ぐらい時間もらって、教会で悩むからさ。いや、ちょっと一人で、しばらく考えてて、まあ、カットはしてると思うんですけど、コウ君の優しさっていうのが本当にまっすぐで、いつもモクスのために動いてくれてて、それこそルカを守るためだとか、自分はずるいとか汚いとか言ってたけど、暗くなっちゃったね。ごめんね、コウ君、ちょっと待ってね。考えすぎてコントローラーが。これが嘘。なんか本当に優しいんだけど、本当に迷っちゃった。なんかこのままモクスンとコウ君がくっつけばいいって私も思ったはいたんだけど、ごめん。でもやっぱりね、私どうしてもまだ相沢のこと好きかもしんない。ごめんごめん。でもやっぱり私ね、ここでコウ君がモクスンのこと好きだし、じゃあもうコウ君のエンディング見よって思えなかった。ごめん。これ前にもあったよね、デジタブなんですけど。いや、ほんとごめん。ほんとお前の時にもずっと断ってばっかだなって思われるかもしれない。でも、そうだよね。ごめん。でも、やっぱり私、相沢のこと好きかもしれない。ごめんなさい。ごめんなさい。私、コウ君のことそういう風には考えられないと思う。ごめん。そうだな。虫のいい話だ。違うの。コウ君が嫌いとかじゃないんだよ。違うの。違う。ちゃんと話聞いて、コウ君。コウ君、ごめんなさい。あのね、違う。いや、
バカは俺だな。いやもうバカは味村です。本当にごめん。こうしてごめん、お前に辛い思いさせてる。いやいや、そんなん違う。最後までダメな兄貴だったな。いやそんなことない、そんなことないよ。そんな何にも言うな。今は言わないでくれ。コウ君、行くわ。もしまたどっかで会ったら、その時は笑って兄貴面させてくれ。うん、幸せにな。え、コウ君ごめん。いやマジで、いやマジでごめん、本当にごめんね。でもあそこでちょっと私コウ君と付き合うっていう未来は見れませんでした。だって私どうしても相沢が好きだもん。ごめん、マジでごめん。めっちゃ怒られるかもしれないけど、いや、コウ君、コウ君と付き合いたい人だけ勝手に GS3 買って勝手に見て。もういつもそう、いつもそうなのよ。結局桜草の言い伝えが本当だったのかどうか私には分かりません。卒業後私は希望通り一流大学に進学。あ、よかったね、おめでとう。毎日楽しい学生生活を送っています。小さい頃よく遊んだ懐かしいこの教会、心に思い描く人のところに連れてきてくれる。うん、なんかね、最後にモクスンが教会を見てさ、その桜草のこと言ってたじゃん。自分の心に思い描く人って言った時に私がパッて出てきたのがやっぱり相沢だったからさ、もしかすると桜草はまだその人が現れないことを教えてくれたのかもしれません。うん。さあ、これが私のときめきメモリアルガールズサイドサードストーリーかな、の最後にはなって一人だったんだけど。言いたいことはわかる、言いたいことはわかります。もうふざけんなって感じですよね。わかります、わかります。そんなんわかってますよ、そんなんわかってるさよ。はい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 、わかってますよ。コウ君がかわいそうってね、ルカの気持ちをどうしたんだってね、ほんとわかります。ほんとにもう全部味村が悪いよね。うん、たださ、やっぱね、最後にこうどうしてもモクスンが桜草を見た時に心に思い描く人、自分にとってずっと心の中にいた人って言った時に、やっぱり今回やってきた中では相沢の存在っていうのが一番でかかったかなって自分の中でも思ってしまったし、その気持ちがどうしてもあったからコウ君の返事には答えられなかったというかね。いや、なんか本当に申し訳ないことをしてしまったな。そのコウ君自身が嫌いなわけじゃないし、むしろ好きだったの。多分相沢っていう存在がいなかったら私の中でだいぶでかい存在にはなってたかもしれない。本当に優しかったし、いつもモクスを守ってくれてたし、甘やかしてくれてたし、あの兄弟がね、でもモクスンがいたことによってこの3年間で変われて、前に進めて大人になって、またその兄弟2人がね、お互い大切に思い合えるっていうことができたんだとしたら、モクスンがいい踏み台になってくれたんだとしたら全然いいんだけど、でもこの3年間は濃かったな。確かに最後は誰にもこう結ばれないというか、最悪なエンディングだったかもしれないけど、でもこの3年間でやってきたことっていうのはある種大事だったかなって
楽しかったかなって思える、うん、最後がああでも私は楽しかった3年間って思えた。だしごめん今から私は相沢ルートを回収しに行くからじゃないと私はこの GS3 終われない。ちゃんと相沢とくっつく未来を見ないと私はもう終われないです。一人で回収してきますので、あのとんでもないねレロレロ賞を受賞したやつに俺の天使ってもう一回言ってもらうために会いに行かなきゃいけないからさ、またもう一回だけやってこようかなと思います。ただ間のそのストーリーっていうのは全部回収してくると思うので、回収してるのでねすでに、うん、あとはもう卒業間近のとこまでやってくるだけかなと思うんですけど、あのどうしてもね相沢ってすごい過ごす時間短かったじゃん、モクスンとね。本当にもう隠しキャラレベルだったからそんなに濃い時間を過ごしてないし、デートも何もしてないんだけど、なんて言うんだろう、こう相沢といる時間が楽しすぎたというかね、まあその三角関係とかこじれがあったから、あの本当に何の気もない相沢先生っていうね本のお仕事をする大人の近くで過ごす時間っていうのがこうゆったりしたもので面白くて楽しかったんだよな。俺の天使ね、もうあれが一番響いたよねさあちょっと相沢ルート回収しに行きますか。ありがとうモクスン、そしてもう一回頑張ろうなモクスン。はい、順に進んでください。お待ちの方は本を開いてご準備をお願いしますね。はい、また並んでます。楽しみにしてました一緒に写真いいですか。相沢に会うために並んでます。ありがとうございます君来ました。2週目ですよ言っとくけど、相沢先生私これ2週目ですからね。私君それ読むのか。はい、そうか、ありがとう。君みたいな子に読んでもらいたい作品になった。サインはここでいいかな。モクソンちゃんへって俺の天使へって書いてください。ありがとうございます。ありがとう。はい、次の方どうぞ。なんだろうな、続いてお願いします。こう相沢からしか得られない何かがあるよねあれがメロイって言うんですね。相沢先生さよなら。いやさよならしないぜモクソン。このために今とんでもない数の爆弾抱えてっから、テロリストかなっていうレベルで出た。シロップのようにグラスの底で淀んでいる重たい感情が、ここじゃないのよ。ここここ。初恋の時は恋人と死別し、人生に絶望していた主人公の前に新たな恋人が現れたところで終わっていた。うん。多分だけど、こう。相沢のもともと好きだった女の人っていうのが、恋人かなが亡くなってんのかな。だとしたらめちゃくちゃ重たくないあいつの話。ありがとう俺の天使へ、相沢先生からのメッセージでサインの横に添えてきたこれこれ、もう相沢からしか得られない、これこれ。今見てくださいほら爆弾が、まあ多分ニーナ君は遊んでないからなんだけど、ここのね爆弾テロリストたちがいるのででも今知ったこっちゃねえから、もう勝手に爆発しろと思ってるからさ。今飛ばしてたからあれだけど超いい歌やろ。なんすか。バンビ、今度先輩にバンビの話したら話をそらされた。うん。避けてる。別にいいし、別にいいよ。彼はバンビに不満がある。いや意味がわからない。思い当たることない。まあ思い当たることしかないけどね。むしろ爆弾ってこんなに爆発しないんだっていうびっくりもあるなら早く対処して。電話ならすぐできるよ。しないしない。うん、大丈夫、
落ち込まないで。落ち込んでないし。遠くから見て。今、それどころで。じゃ。すがしょーん言うても、今度爆発したぞ。大爆発してんやん。もう死ぬよ、マジで。もうマジで意味がわかんない。今日で高校生活もおしまい。明日は卒業式だ。ああ。やってきたので、黙々と。前のセーブデータからが結構夏ぐらい、3年目の夏ぐらいからだったから、必死にやり直してきて、まあ途中爆弾爆発しながらね。まあおそらく、その攻略パラメーターっていうのはそれぞれあるんですけど、ルカくん、ルカにもコウにもね。なんで、ちょっとそこを抑えながら、やったからもう、誰のルートにも入ってない、ゆえに、隠しキャラの、相沢来てくれると思うんだよな、教会に。いや、これで来なかったらもう本当に、もうメンヘラブルーノもいい加減にしろよっていうしかない。うん、桜草は妖精の鍵。一度だけ望みを叶えてくれる妖精の鍵。心に思い描く人のもとにきっと連れて行ってくれる。うん。そうだね、なんかもうその言葉があったからさ、私的にはどうしても一周目コウ君に選べなかったんだよな。まあ桜草っていうかね、アジムラが思い描く人のとこに連れてきたけどね。一周目までやって再び巡り合う王子様とお姫様の物語、このことだったんだ。二人も桜草に導かれてここに来たのかもしれない。心に思い描く人のもとに。心に思い描く人。私がいつも心に思い描く人。それは。いや、来い、相沢、相沢お願いな。俺が相沢来てくれ。俺が相沢来た。よう。やった。相沢先生。気まずいから、もうす。おい。すみません。私びっくりしちゃって。いやそうだよね、どうして。まさかこの年になってお姫様の伝説を頼りにするとは思わなかった。そうだよね、唯一言ってくれてたもんね、お姫様の伝説。もう卒業、あ、おめでとう。初めてもくすって言った。え、相沢先生、私の名前。そうだよ。嫌か。いやじゃ、いやでも天使がいいな。いえ、嬉しいです。相沢先生こそ、ローベの練習おめでとうございます。レロレロしちゃった。あんなもん返上したいよ。あ、そうなの、なんで。え、なんでですか。引き換えに失ったものの方が俺にはずっと価値があった。ああ、なるほど。おかげで書店で悪態をついたり、バーで管を巻くこともできないし、せっかく出会えた天使もいなくなった。それそれ、相沢相沢先生、君が現れて止まってた俺の時間が動き出した。でも君がいなくなったら時間はまた止まってしまった。先生、いや、やばい、やっぱドキドキするこいつ。時間を、物語を動かすにはヒロインが必要なんだ。俺には君が必要だ。もう、いや、もうボクスン言って、もうお前、お前相沢。はい、私にも相沢先生が必要。もう相沢先生は違う世界の人ですから。悪いやつ。いやでもね、いや本当改めてもう思い知りました。2周目するほどね。どうしても相沢が一番好きでした。どうしても今回やっぱね、この告白シーンもだけど一番キュンキュンした。どうしても相沢先生が必要です。私にも先生が必要です。じゃあ物語の書き出しはこうだ。嘘。いや待って、お前大人な。目が再び目を閉じると
天使は消えてしまった。マジで。だからこいつ大人なチューした。だからだから彼はすぐに目を開け、今度は天使を見つめたまま、その唇に、もう離さない。あ、マジ？こいつ理解した。すごい。見入っちゃった。マジでやばい。愛憎はマジでやばい。好きがすぎる。こうして幼い頃に聞いた言い伝えの通り、教会の桜草は私を彼のところへと導いてくれました。いや、マジでやばい。相沢ルートマジでやばい。好きすぎる。心に思い描いた人のもとに、いや、マジでな、やってきてよかった。爆弾抱えてきても、私たちもステンドグラスに描かれた物語の王子様とお姫様みたいに、ずっとお互いを見つめて一緒にいようと思います。卒業後、私は希望通り石流大学に進学。毎日楽しい学生生活を送っています。今も私は相沢先生の部屋に時々お邪魔しています。あ、そうなんだ。コーヒー入れてんのか。もちろんあれから一回も居眠りなんかしてません。しろよ！お前それはしろ、運ばせろよ、天使を。あれがいいのに。先生は、ごめん、どうしてもこの章は私、面白すぎるんだよな。レロレロ章ね。先生はノーベノレ賞受賞後、執筆以外のお仕事が多くてちょっと不機嫌でした。あ、なるほどね。でもやっと次回作の放送がまとまったみたいです。あ、また書くんだ、いいね。この間初恋三部作の続きについて聞いてみると、完結した作品に続編はないって叱られました。怒られてんや。すぐ怒るんだから。でもすぐに笑って書き出しだけはできてるんだったなって、もしかしたら読める日が来るかもしれません。いや、マジでさ、間はこの臭い部分がいいよな、ほんと。その時は私が最初の読者になるつもりです。私たちはこれからも二人でいつも一緒にいて、いや、これ遅いんだよな、流れ表示。お互い寄せ合っていこうと思います。いや、まだ私キュンキュンしてるからね、あの間に。二回中の。映像にキュンキュンしてるから。そしていつか二人が将来誓い合う時が来たら、教会に新しい桜草を植えてみようと思います。次の恋人たちがまたあの教会で出会えるように。うん、いや、もう満足。私が見たかったエンディングはこれ。まあこれで二人で桜草を植えて、次この教会で出会うのがGS4 の木村なのでね。それこそ私が一番最初にやったときメモ GS シリーズの GS4 につながるから、これで全作品できたかな。楽しかったです。ありがとうございました。これ一周目流れてたっけ、音楽。あれ一人でエンディングだったから流れなかったな。いやー、でもね、本当に良かった。確かに一周目の時はこう思うところがありすぎて、自分の気持ちもね、こうまとまってなかったというか、うまく言えないんだけど、でもやっぱりこれで良かったかなって私の中で思ってる。二周目やって良かったと思ってるし、ちゃんと相沢エンディング見れて私はもう大満足です。マジでよかった。なんかね、最後のキスシーンあるじゃないですか、めっちゃ見入っちゃって黙っちゃったもんね。相沢いつ来る、相沢いつ来ると思っちゃった。まあ多分だけど、相沢ってさ、こう過去にその恋人を亡くしてて、多分誰も信じたくないというか、好きになることはないと思ったんだろうね、彼の中で。ただその中でね、天使という木村に出会ってくれてよかったなって思うし、あのね、相沢の臭いとこ大好きなんですよ。うるせえなと思うぐらい臭いこと言うじゃないですか。あれがたまんなく好き。
で、なんて言うんだろう、いい意味でモクスン子供扱いもしてないし、だからって対等にも見てないっていうかね、こう一人の女性としてちゃんと見てくれてる相沢っていうのがすごく良かったんですよね。うん、でもなんか最後の告白もねすごく良かった。まあ、あのレロレロ賞を取れたけど、その代わりね、なくしたものが多かったっていうのは、でもそれはモクスも一周目に言えたことではあったかな。確かにパラメーター揃えてちゃんと三角関係をね解消もできて、ホークンっていう一途ルートもできたけど、でも足りてないものが多すぎたかなっていうのが私の一周目の感想だったから、それをこうなんか相沢がうまいこと言ってくれたから出てくんだ相沢。いや相沢マジでメロい。うん、同じ感じかな。なんか確かにエンディング回収はできたかもしんないけど、あーいいな、モクスンが楽しそうなんだよな。いやでもこう移植してくれて、GS の過去のシリーズをね、今回 GS3 をさせていただいたんですけど、私改めてこの相沢っていうキャラクター知れてよかったな。私初めて知ったんですよね、 PSP の時いたのかな、ただ隠しキャラで出てこなかっただけかもしんないんですけど、盲点でした。この相沢修吾ものすごく好きです。私改めてこう GS4 でこの初恋三部作っていうのはね、あの映画化もされて、確か本田行くと見に行けたのかな、あのルートを見てみたいなってまた思いましたね。いや待って、相沢かっけえなこいつ。でもまた次回作って書き始めてるそうなので、またどっかでね、まあ、GS 作品新作が出たら見てみたいなと思います。お、バンビよかったね、これからも星の導きを。いやいや、なんか友達から送ってもらってるな言葉を、ありがとうございました。モクスンも相沢もありがとう。